アンペーター。どうした、リョーマ。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでもすぐそこにあったのにな。ああ、豪士はみんなそうだ。俺もまだ数えるくらいしか来たことはねえ。これで役者が揃った。ええ。話は聞いただろうな、リョーマ。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札、合司に合司、そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ。おじさん、金の像はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか？ふん、わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。ずいぶん急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝、金の党は500人全員を武装させて城を囲め。上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか？言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただし、その前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ？龍馬、お前土佐勤王党の筆頭になったそうだな。ああ、そうだが。アンペーター、筆頭に任命したのはお前か？そうです。何か問題でも？この計画が成功し、老人たちが消えた後、金の党は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは、坂本龍馬という人間は金の党の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出す気ですか、おやすさん。前から俺と龍馬とおやすさん、その三人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら。待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おやすさん、どういうつもりなんですか？二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ？おやすさん！おやすさん！バカな！くそ！龍馬！お前、おやすさん頼む！誰がこんな真似を。吉田様、何事でございます？こっちだよ。いいか、龍馬、逃げろ。このままだとお前がわしを殺した犯人だと思われちまう。でも父さんは、未来はお前に託した。おやすさん。おやすさん。吉田様。おまんは
おまんが吉田様を。おのれ、切れ、この者を切り捨て。
なんだこれは。兄弟、何があった。あいつがここにいる連中を皆殺しに。貴様、気をつけろよ。お前、そいつは土佐の人間じゃねえ。見たこともねえけど。Shoot!
兄弟。